皆さんこんにちは、クラスタイル系のみです。今日はですね、グッチのメンズのお財布なんですけれども、あまりこう表にはディスプレイされていないタイプのお財布をご紹介させていただきたいと思います。こちらですね、グレーのカードケース、以前から販売されていたんですけれども、ブラックも出まして、ブラックの方がですね、若干お値段高いんですけれども、225ポンドが160ポンドとなっております。こちらですね、グッチのナイロン素材の、お財布になるんですけども、内側は革になっております。こちらもですね、お札入れ2箇所ございまして、320ポンドは160ポンドとなっておりました。同じデザインのカードケースになるんですけれども、後ろはですね、革になっておりまして、175ポンドは90ポンドになっておりました。同じお財布のブラックになります。ブラック人気ありそうですよね。こちらですね、コインケースはないタイプのお財布となっております。シンプルな作りで使いやすいと思います。320ポンドが225ポンドとなっておりました。同じスタイルのカードケースですね、先ほどのグリーンと色違いになっております。こちらも、175ポンドは125ポンドとなっておりました。同じく、GG のロゴが、メタルロゴがついているお財布になるんですけども、こちらコインポケット付きですね。お札入れは1箇所になっております。コインケースはこんな感じですね。マチもついていてしっかりしています。510ポンドが230ポンドとなっておりました。同じく GG メタルロゴがついているケースだったかカードケースだったかどちらだったかカードケースでした。すみません。しっかりとしたね、革でビジネスシーンにもお使いいただけるんじゃないかと思います。250ポンドは175ポンドとなっておりました。こちらブルーの GG ロゴがついているお財布になります。2つ折りですね。最近結構コインポケットがついてないお財布が多くなってきている印象を受けますね。400ポンドが280ポンドとなっておりました。同じお財布のですね、この GG のマークついているカードケースになりますね。一番シンプルなタイプのカードケースになりまして、お値段が215ポンドが155ポンドとなっております。こちらジッパーポケット付きのカードケースになりまして、同じくですね、 GG のロゴついております。こちらですね、可愛いですよね。このちょっと丸みを帯びたロゴになっております。こんな感じで、小銭とかも入れていただけて、310ポンドが220ポンドとなっておりました。こちらがですね、ビニール加工してあるキャンバス素材のお財布になっております。こちらも内側コインケースはなくて、お札入れが2箇所となっております。300ポンドが210ポンドとなっております。同じタイプのですね、カードケース、ジッパーポケット付きになります。このジッパートップにもですね、ジジマークついておりまして、とっても可愛いんですけれども、260ポンドが185ポンドとなっておりました。続きまして、シンプルな G のマークがついている2つ折りのお財布になっております。こちらもですね、コインケースはついていないタイプとなりまして、内側がグレー、外側はブラックとなっております。405ポンドが285ポンドとなっておりました。続きまして、グッチと大きくですね、片押しのロゴがついているお財布で、内側がですね、この何色って言ったらいいんだろう、青い素敵な色で510ポンドとなっております。同じくグッチ片押しのこちらが、2つ折りのお財布なんですけれども、中オレンジとなっております。435ポンドが305ポンドとなっておりました。同じくですね、カードケースだったと思うんですけど、そうですね、カードケースになります。グッチのロゴ片押しになっていて、すいません、カードケースじゃなかったです、お財布になってました。コンパクトウォレットですね、小さいミニサイズのお財布でした。440ポンドが310ポンドとなっておりました。あとここからがですね、表には出ていなかった
あの引き出しからスタッフさんに出してもらった商品となります。 GG がついているですね、フォンケース、なんて言ったらいいんだろう、一応ストラップがついていて小さな、ポシェットのような作りになっているんですけれども、とスマホ とちょっとお財布入るかなぐらいの大きさになります。865ポンドが610ポンドとなっておりました。とこちら GG ロゴと真ん中グリーンと緑の、キャンバスがついている2つ折りのお財布になります。こういうケースはついていないんですけれども、420ポンドが295ポンドとなっておりました。と続きましてブラウンの GG お財布ですね。こちらコインポケットついておりまして、お札入れるところ2箇所ですね。とお値段350ポンドが245ポンドとなっております。と先ほどもちょっと出てきたこちら GG ロゴついているお財布なんですけれども、グレーのお色になりまして、こちらはコインケースがついているタイプになりますね。とこのボタンのところにもグッチとロゴが書いてあって、430ポンドは305ポンドとなっておりました。と続きまして GG キャンバスの、お財布になります。こちらもコインポケットついているタイプになりまして、お札入れ2箇所になりますね。どうしてもですね、やっぱり日本だとコインケースついてる方がまだ人気ありますね。420ポンドが190ポンドになっております。同じタイプのお財布なんですけれども、こちらは、コインケースがないタイプのお財布になっております。380ポンドが170ポンドとなっております。コインケースない方が若干安いんですよね。こちらが、GG のロゴとホースビットの、お財布となっております。380ポンドが270ポンドとなっておりました。続きましてこちらですね、カードホルダーなんですけれども、しっかりとしたストラップがついていて、なんか社員証とか入れられるのかなってちょっとわからないんですけれども、使えるカード入れになっております。首から下げたり、体型によっては斜めにもかけられるかなと思いました。260ポンドになっております。先ほどと同じタイプのお財布になっておりまして、GG キャンバスと真ん中に赤と緑の、お色の帯がなんて言ったらいいんだ、ついております。340ポンドが240ポンドになっておりました。同じデザインのですね、こちらカードケースになっておりまして、後ろはシンプルな革になっております。こちらはですね、パカッと開くタイプになっておりまして、220ポンドが155ポンドとなっておりました。同じくですね、 GG ロゴとキャンバス素材のこちらがキーケースだったと、そうですね、キーケースとなっております。お値段250ポンドのみの、すいません、表示でわからないんですけど、250ポンドのお値段となっております。こちらですね、最初の頃に出てきたお財布などと同じ、ジッパー付きカードケース、325ポンドが230ポンドとなっておりました。こちらも、コインポケット付きのお財布に、2つ折りのお財布ですね、なっておりまして、お札入れ2箇所、330ポンドが230ポンドとなっておりました。同じデザインのですね、長財布になります。2つ折りの長財布になっておりまして、380ポンドは265ポンドとなっておりました。続きまして、キャンバス素材のこちらはパスポートケースになりますね。はい、ご旅行行かれる方、ぜひぜひチェックしてみてください。315ポンドが225ポンドとなっておりました。で先ほどのパスポートケースと同じですね、 GG キャンバスの、ミニポーチ、ミニポシェットと言ったらいいのか、755ポンドが380ポンドになっておりまして、ストラップついていて斜め掛けにしていただくこと可能になっております。こちら GG ロゴとホースビットの2つ折りのお財布になるんですけど、あれ、さっき出てきたかな、
すみません2回目の登場だったら申し訳ないです。こちらですね、コインポケットないタイプになっておりまして、380ポンドが270ポンドとなっておりました。同じタイプの長財布ですね、2つ折りの長財布になります。といってもすごい長いわけではなくて、なんだろう、あ、すみません、こちらパスポートケースでした、失礼しました。300ポンドが210ポンドとなっております。こちら GG キャンバスとホースビットのあの金具がついているミニポシェットですね。すごく素敵な作りになっておりまして、マグネットでですね、簡単に開け閉め可能になっております。お値段が585ポンドとなっております。この動画が面白かったなとか、また他のブランドも見てみたいなと言っていただけた方は、ぜひね、チャンネル登録と通知ボタンも押していただけますと、アップされた時にすぐにご覧いただくことができますので、ぜひ登録の方よろしくお願いします。いいねボタンも押していただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。